またもライナー宣言、キャッチング部隊。
ーム松森は狙いはゴールデングラブ、その方向に来ている浮島に下りてきたか、飛び込んだが、かもエコーを鳴らす。おい、何躊躇したんだ、落としちゃった。さあ続いて、とにかくグローブ行こう、ゴールデン狙いで、はい、グローブですか。1打目見事成功を果たした川岸プロです。連続成功なるか。おお、いいんじゃないですか、これはゴールデングラブか。混んでます、これ入れなきゃ、はい、じゃあ行ってこい、行ってこい。トンネルズチーム、そろそろ同点に追いつきたいところです。でかい、惜しい。続いては古賀プロです。ダメだったから、もうダメ、ほら、今日狙い変えますか。狙い、イエーイ、ジャーじゃあ、会話になってね、ジャースティン、会話してるわ、会話してる、なんて言い合ってんだ。さあ、80ヤード先のサンシャイン池崎プロ、さあどうか、これは逃げるキャッチング舞台、どうか取れるか、さあどうか、これは逃げるキャッチング舞台、どうか取れるか、キャッチング舞台、どうか取れるか、どうか届くか、サンシャイン
パンにハム挟むか。ああ、田中さん入れないと終了になります。入れるのどこですか。来ました。入れるのどこ。田中さん頼みますよ、はい、キャッチで同点、ゴールデングラブで逆転。失敗すれば終了となる勝負を決する一打になりました。ユータケウチだ。なんだそれは。本当に何なんですかそれは。わかんない、ユータケウチってなんだ。女子アナのことか。頼むぞ。取る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 。逆転を狙って、あーどうか、キャッチはどうだ、キャッチはどうだ、キャッチはどうだ、早いよ、早いよ、大福も取れず、キャッチング対決だ。チームの勝利。やられた、やられた。キャッチ。響くね、響くね。ここだけは響く。このホールは全員でタスキをつなぎ、打数ではなくタップインまでのタイムを競う、まさに駅伝リレー。ゴルフの技術と走力が必要となる。女子プロチームはハンデとして1人少ない4人でタスキをつなぐ。舞台は513ヤード、およそ470メートル、パー5のロングホール。最大の難所はグリーン手前、傾斜がきつい心臓破りの坂が待っている。さあ、区間配置とそれぞれの狙いを教えてください。まず一個は、はい、おっと、陸上部、おっ、あ、それをすごい走るね、来ました、はい、競技は何やったの。レバー投げです。バカ野郎。いや、なんだよ、バカだ、めっちゃ叩くかね、お前。そして、陸上部、はい、これまた、サッカー、はい、バッカーブでした。ポジションはキーパー。ダメじゃねえか。ツーチーム、サンクの丸山でグリーンを狙う作戦。しかし、5区の石橋が外した。この年に出番が回ってきてしまう。ワールジャンピオン。
早いよ。これいいペースだよ。これ早い。いや、いい。エタピンゴール山プロの第3打。どうか、狙いはどうか。でかいわ。いやいやいや、ナイスショー。わー、バーディーショー。わー、ピンに向かっていく。クリーンをしっかり捉えた。山の神キムハヌルなるか。
待ち受けるのは小上穂姉さん、姉さん小上穂、キャプテン小上穂、両手を広げて待ち構える、私に任せろ。ここは何としてもバーディーチャンスにつけなければ、ここは何としてもバーディーチャンスにつけなければな、しっかり見定めて打っていった、ピン方向に来ているか、ピン方向に来ているか、しっかり見定めて打っていった、ピン方向に来ているか、どうかどうか、さあこの距離だ、この距離だ、この距離だ、やばいでしょ、あ入んない、さあ小上穂激走、最後は上田桃子、外せば1区の松森彩香がパーパットを打つことになります。松森頑張れ、さあバーディーパット、どうかどうか、来たか来たか来たか、届かない、そして松森に今タッチが渡って、松森もよくここまで走ってきました、松森が大激走、お疲れさん、ちょっと早かったんじゃね、早い、いやいい、これ早い、いいいい、アヌルちゃんって、さあトンネルズチームが2分16秒でした、果たして女子プロチームの結果はどうでしょうか、捉えることができたでしょうか、女子プロチームのタイムは最近出会ったできる女に仕事がはかどらない、じゃあ質問です、あなたの一番そばにいるキャリアウーマンは誰、高畑美、すごいの出てきたな、ずっと1500円割引ドコモウィズ登場、あ、小林製薬、鼻水が黄色に変わる、匂いがする、顔が重い、そんな蓄膿症はたまった海が、蓄膿症を治していく蓄内、あ、小林製薬、トイレをきれいにしたいならブルーレットデコラル、押すだけ簡単、お花になるよ、汚れを防ぐ成分が広がるからいつもきれいでいい、おてての、あおてて、クヤボスレース、鋼の錬金術師モンストで練習中、モンストと鋼、勝負してやるからな、同じ夏は松井秀喜、
初のリアルです。さらに9劇的ホームランを放つ。石橋に抑え込まれ、再び敗走。そこまでからはこんなことだ。まあでもいいです。まあ、まだね、レーションに入っていることで。シリーズさんも4勝だろ。そして、来たな、来たな。松井秀喜との3度目の夏。勝負だ。かつてない大乱打戦。ゴジラが牙を剥く。ロジャークレバス。リアルな球場版チーム提供 VS チームゴジラ。リアル野球版チーム提供の名称です。続きまして、チームゴジラの入場です。一番初め、後ろに乗りましたから。
お前前ですね。前。その時コーチ、はい、その時も後ろに乗ったらしいですよ。いや、ジャズちゃんちょっと前に乗ったんだけど。
前がペドロ・マルチネス。さあこの回先頭の稲葉頑張れ。腕にはゴジラヤンキースのこの GY の文字。ヘッド帝京と戦います。やったやったやった内野ゴロワンアウト。稲葉を打ち取った石橋。アツボーク手アツモリで挑発。アツボーク挑発していきます。スライダー無理だ。さあワンアウトランナーありません。続いてのバッターは本木大輔。チームゴジラのムードメーカー。ゃまずは塁に出てチャンスを作りたい。しくじり先生しくじらないでくださいよ。出ました。しくじり先生にも登場したことがあります。その打席ではしくじるわけにはいきません。どういうことですか。これはもうほらラーメン屋で詰まっちゃってますから。すぐもうどん詰まですから。長嶋茂雄さんとしてクセモノと呼ばれた男。お願いします。に対して石橋どんな配球を見せてくるのか。さあどうだ打った。高く上がった。ヒットヒットヒット。どこに落ちるどこに落ちる。ボールの行方はどうか。ファールファールファール。切れるか切れるか。はい内野フライアウト。最初の打席はしくじりました。まさかの初回三者凡退で終わってしまうのかチームゴジラ。バッターボックスには広沢和美。打って確実にツーアウト、はい、この2人はね安牌ね安牌。ヤクルト時代には2回にわたって打点王にも輝きました。広さん1人4番打った男です。広沢克実。ほらわほらわ。巨人時代の後輩松井秀喜のために今日もこのメットライフドームに駆けつけました。初回なんとか松井まで打席を回したい。どうだ打ったいけ。どうだどうだモテモテのゴロですが。いけ打球はどこに止まるのか。出ました広沢チームゴジラ。今日最初のヒットは広沢辰巳。ナイスヒット。野球場には5度目の出場広沢さすがのヒットを放ちました。ハードラックだな。ラッキーだな。微妙なところでしたね。まあ、あのまだできないな。ニューヨークだけ呼ばれただけで違うね。気持ちいい。ツーアウトランナー一塁三塁打以上で先制点という場面を迎えました。待て頼むよ。チームゴジラの4番松井秀喜がバッターボックスに向かいます。来たな来たな。おあのホテルのロビーでなんて約束したか覚えてるか。覚えてます。守ってください。勝負だ。石橋と松井にしかわからない。で勝負するって多分これくらえ。日米通算507本のホームランを打ちました。日本を代表するこの長距離打者期待感あふれるバッターボックス松井。始まりThank you.
束したね。ツーアウトランナー一つ同様これがヒットになるかヒットになるかよし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 ヒットゾーンかヒットゾーンか止まれ止まれ出ろ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 スタートを切ったチームyou
OK です。注意してますよ。今日は喧嘩がないよ。下手しにじゃねえんだから。打線に勢いがつくのか。そして石橋貴明です。下がった桑田君。しかとした松井秀喜を成敗する。やめろ。しかとしてない。面白いよ。相当根に持ってます。ニューヨークヤンキースジャッジ打法出ました。ジャッジ打法大ブレイク。ピーター引退後のヤンキースを引っ張る若き大砲です。ヤンキース GM 特別補佐を務めている松井秀喜が、まあ、打撃を指導をしたマナー弟子でもあります。さあ炸裂はなるのか。じゃあ落ちる球弱いんですけどね。カーブいきます。カーブいきます。さあ今年はジャッジ打法で松井しかしいきなりの炸裂はなるんでしょうか。どうだどうだ。サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。磨きだってここまでできる。誕生クリアクリーンプレミアム美白。色明るさ光に着目。くすみを除去し大人の歯にプレミアム。このキッチンもはや厨房です。収納で家事が楽になったんです。綺麗なタイルの家にしよかった。理想のライフスタイルを叶える家づくり、ウィザース。真空であらら、トマトがポロリ。その近くのぬめりには隠れた金が。あー吐いた、おいしいな口で。ぬめりと一緒に金まですっきり。キッチン泡吐いた。強力除菌パイプハイターも。レグランドに夏が来た。一日中家族みんなで遊んで笑ってはしゃいじゃおう。君の最高が待っている。夏休みはレゴランドジャパン。家族でおいでよ。日産セレナ。休日のママはなんか違う。いつものママより面白い。大人から楽しんじゃおう。同一車線自動運転技術日産セレナ。キャッシュバック実施中。リセッション。これは赤く色をつけた汗の匂い。でもあらかじめリセッションを帽子にかけておくと消えた。臭くない。匂いをよ。チーム提供初回から先制のチャンス。さあ今年はジャッジ打法で松井秀喜に挑んでいきます。石橋いきなりの炸裂はなるんでしょうか。どうだ打った。仕留める。松井の配球を。もう確実にいきましょう。はい、それでいきます。この場面で打てるか石橋。さあバットが空を切る。ストライクです。高さ空振り。もう結構迷ってる。もう一回してみて。もう一回いきます。じゃあ進めていきます。さあ2ここですが、どのあたりがジャッジなのか。それは見てジャッジしてくれ。さあ見て判断しましょう。松井秀喜対アーロン・ジャッジ石橋、まさかの指定対決。さあどうだ、さあどうだ、どうだ。三振に倒れて2アウトランナー2塁です。そして頼れる男
吉岡雄二、ここで打率はこのリアル野球盤6割を超えています。モーションもだって完全にもうこれ把握してるのこれ、この全てのタイミングとか、このためにプロ野球選手を経たっていう感じ。帝京高校時代にはエース、日本一に輝きました。プロ通算131本のホームラン、長打力もあります。ここはでも最低でもシングルに抑えるね。カーブいきます。ツーアウトランナー二塁、長打が出れば先制点。この人の活躍なくしてチーム帝京の勝利はありません。さあどうだ、点が来る、さあどうだ、点が来た、打った、どこに飛ぶか、どこに飛ぶか、リーフェンスヒット、チーム帝京に1点が入りました。あ、1点入っちゃった。頼れる男吉尾、この場面でタイムリーヒット、1点はしょうがない、ね、あでもね、打ってはいるんですよ、だよね、まだ見込みありますよ、この先ね、まだ1点ですからね、さあ、ツーアウトランナー3塁、チーム帝京チャンスが続きます。バッターボックスにはゴルゴ松本、ぜこの所沢をざわつかしてやる、ざわちんだほう、出ました、ざわちんだほう、どう見てもゴルゴさんです。ざわつくことはあるのか、カーブ打ったんですよ、どうしますか、どうしましょう、どうしますか、チェンジアップいきますか、ね、そうですね、今もね、じゃあ遅いストレートいきます。全身全霊をかけてこのリアル野球場に臨んできています。ヒットで1点追加、絶好の場面を迎えました。あ、ヒットだ、打った、どうだ、Thank you.